スイススクールオブマネージメントはスイスで設立され、現在はローマとロンドンにキャンパスを置くインターナショナルビジネススクールである。1981年にスイスにて開校。アンダーグラジュエートプログラムとともにポストグラジュエートプログラムがあり、ビジネスアドミニストレーションとホスピタリティとツアーリズムマネージメントを専門とした学校である。ビジョンとしては多文化、 国際色豊かな環境で才能を育み、スイスの教育を提供する場所として認証されること。そして、自分自身とその周りの者たちの生活の向上に向けて、積極的なおかつ勤勉的な者たちが集まる場所になること。である。スイススクール・オブ・マネージメントの場、そして、MBA プログラムは両方とも、US デパートメント・オブ・ベテランズ・アフェアーズから、 認定されている。この機関は、アメリカ軍の兵士や、軍関係者等に継続した教育を与える機関で、ある。スイススクール・オブ・マネージメントは、再び再認証を、エデュカより2010年まで受けている。エデュカとは、スイス政府の高品質教育を認める機関である。また、スイスステート・セクレタリアート・フォー・エコノミック・アフェアーズ、セコからも高度教育の認定を受けている。 The Institute of Administrative Management は、スイススクールマネージメントでのイオムのサーティフィケートから、アドバンスディプロマプログラムを認定している。イオムのアドバンスディプロマを修了した生徒は、リンク BA、ビジネスマネージメントを受ける権利が与えられる。この学位は、ユニバーシティ・オブ・ウェールズより受理する形になる。また、スイススクール・オブ・マネージメントは、イオムより、 奨学金サポート制度を用いることを許可されている。スイススクールオブマネージメントは品質認定を SQS から受けている。SQS は国際的に通用する認定と認証の受諾を主に行っている国際機関である。また、スイスアクレディテーションサービスやインターナショナルサーティフィケーションネットワークによって SQS の認定はサポートされている。 スイススクールオブマネージメントは i o c a の登録メンバーである。ザインターナショナルアセンブリーフォーガリジェットビジネスエデュケーションとは全世界に数あるビジネススクールの中において生徒重視に努める学校の認定機関である。スイススクールオブマネージメントはメンバーとしてビズネットに登録されている。ビズネットはヨーロッパ全土において共通する ビジネス教育を築き上げるために作られた機関である。ありがとうございます。